小川ナベラ三振エヴァンジェリストマイチンこと前田明やいビギーンえハイサイグスーヨーチュー小川ナベラ三振エヴァンジェリストマイチンこと前田明やいビギーンえさあ、今日も楽しい三振ライフお届けサビラまあエヴァンジェリストというのはですね、何ぞやというとですね、やはりこの三振の霊路を通して、多くの、方々に、心をもっともっと豊かになってほしいという願いとですね、またこの、なぜかというと、これ本当話すとですね、すごく何て言うんですかね、時間かかっちゃうので、端折っていうとですね、この三線の音色っていうのはですね、このティントゥンテンというのは歴史が600年というですね、すごい歴史があるんですね。沖縄の文化なんですけども、この音色がなぜできたんだろうってですね、興味があっていろいろな文献を読み漁ってると、毎日なりにですね、答えが見えてきたんですね。それは何かというと、実はこの、琉球という国がね、この琉球王朝っていうことを知らしめる、ためにですね、いろいろな、歴史、いろいろな、国とですね、貿易を通して、そして、いろいろな、我々の先祖がですね、この小さな島で、大自然とですね、ぶつかり合いながら、いろんな人と交わってきたんですね。まずその、大きな交わり方がですね、大自然というのは台風ですよね。この大嵐の、海原をですね、この船が、大きい船がですね、海外から、難破してくるんですね、それをもとにして、どん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 人と人との交流が、あって、そしてその三線を通してね、なんで舞鎮が、こんなにこのなんてですかね、情熱を込めて、こういう発信をしても丸8年になってるのかなというと、やっぱりこの先祖のですね、アイデンティティに、気がついたからなんですね。この小さな島がですね、のアイデンティティというのは、やはり人を助ける、やっぱり難破船を助けていって、そしてやっぱり助けられたやっぱり人ってお礼するじゃないですか。そしてそれからこの中国というね、大陸からこの福建省、今でいう福建省ですね、からですね、このお礼がしたいから、この宴会においでということをですね、打診されて、そこから、どん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 、琉球がですね、対抗貿易という形で、世界中と渡り歩いて、コミュニケーションをしていく、そういうなんか壮大なロマンがですね、語り継がれておるんですね。その中でこの三線というですね、ものが、この弦楽器の、この始まりがインドと言われているようにですね、この弓矢のビヨーンというですね、このこれが弦楽器の始まりと言われてですね、そこから伝わって中国、そしてベトナムを通してこう沖縄に来たという、まあベトナムもね、当時やっぱりこの中国の支配下というんですかね、植民地だったようでございますから、まあベトナムから伝わってきたと、そんな感じでですね、600年の中で、このサンチェンというですね、楽器が、琉球に来て三線という形に変わっていくんですね。それから600年以上経って、そのアイデンティティが人を助けるというですね、その、流れだと、聞いております。そのアイデンティティがやっぱり毎日にも、DNA として残っていて、そしてまた、端折っていうと、前田家のこの私から4代先のですね、ご先祖がこの首里王朝に、の遠隔地で、お勤めをして、その廃藩置県まで、経験体験されて、そしてそれを、このうちの父親のまたおじいさんですね、またうちの父親からするとひいおじいさんなのかな、その、
方々からこの、伝わって、その最終的にその私の父からですね、こう伝わってきて、どうやらこの、円覚寺で、お勤めをしていて、そしてそのまたその、このご先祖の中にはやっぱ三線奉行をしているご先祖がいたんだということを聞かされてですね、今思えばそういう、アイデンティティ、まあ、DNA がですね少し、2ミリぐらいはあるかなという感じでですね、今一生懸命、伝えてるんですけどもね、私は本当に、ビギンが大好きでですね、このビギンを入り口にして三線を広げていきたいと本当に思ったんですね。そして、ビギンを応援しつつ、そしてまたビギンが大好きな方々とですね、つながりながら三線を広げている、そんな感じなんですね。さあ今日ですね、そういったはしょってポーってね、そのエヴァンジェリストの話をちょこっとしたんですけど、それは置いといてですね、今日テーマとして、このなぜマイチンが音色に対してあまりにもこだわるのかというのはですね、実はこの国を良くしたい、この日本という国を良くしたいというですね、思いから、ある、この本に私出会ったんですね。この著者は、出口光さんというですね、このその言語行動心理学とか、行動心理学かな、そういった研究をされている中で、その人には、4つの耳のタイプがあると、つまり4つのですね、耳のこの、聞き方があると、ヒアリングがですね、タイプがあると、そういったのをこう読んでいく中で、言葉っていうのは音というこの音玉というですね、音玉というこの波動というか、その周波数があるんじゃないかなということを、いろいろな本とかですね、読んだ時に感じるようになって、それからですね、私の名前はですね、この前田明っていうんですけども、文章の章って書くんですね。この文章の章っていうのはですね、音にプラスって書いてるんですね。こじつけかみたいな感じでね、この音をプラスにして、皆さんにお届けできる、そんな感じでですね、この先祖のアイデンティティがですね、この4つの、聞き技の、タイプが人にはあるんだという、この出口光さんの、本をですね、読ませていただいて、すごく勉強になって、あ、なるほどなと、確かに聞き方がみんな違うわね、このビギン好きな人もいるし、ビギンそんなにっていう人もいるかもしれないし、また、ドミニオが好き、いや古典が好きね、また民謡の中にも誰が好きあれが好きってね、皆さんその好みがあるわけですよ。それをですね、この4つのタイプでですね、もしかしたらこの音もあるんじゃないかなということをですね、感じながら音色を研究し始めてですね、もう数年経って、するとやっぱいろんな出会いがあって、一番のね、この三子の周波数っていうね、今ヘルツでね、この、私の師匠である福原長慶氏がですね、提唱してきた、高音域を通しながら、そしてまた、音には、中音域、低音域であってですね、その中には心地いい音色が必ずあると。ですから皆さんの、声質に合った音色を持ちたいと思いませんか。私はそれを届けて、そんな感じですね、音色を研究しながら今、入り口をですね、一番大好きなビギンにしてるわけでございますけども、皆さんは、どんな、音楽が好きかね、そしてその、音楽の、歌とかですね、通して、なぜこれが好きなのかっていうのはですね、実は多分おそらくこの心地いい、耳から入る周波数だと私は感じているわけでございますね。ですから皆さんね、三線、始め
ってこれからね、まあ、間もない方もそうですけども、まあ、初めてですねいらっしゃる方もなんか、三線弾いててもあんまりなんか肩が凝るんだよねとかね、また、三線弾いてるけどあんまりなんかこうだんだん楽しくなくなってくるんだよねとか、また、なんか声と三線が合わないって言われるんだよねとか、そういった方、いらっしゃると思うんですね。そういう時はですねおそらく、私の拙い研究ではございますがあなたの三半規管が拒否してます、拒否してるんじゃないかなと、そのように、思っております。マイチンの、心地いい、三振の、音色周波数はですね、835Hz、はい、その、まあ、800から900ぐらいのね間、まあそれでも800から880、850以内だな、あ850以内、まあ880以内がものすごく心地いいなと私は感じてます。ですがやっぱりまた違う耳の方はですね、よいよいよ私は600ぐらいが一番いいなとか、またいやいやいやもっとポンポンポンっていうね低い音色が好みとか、それぞれ皆さん違う耳を持っていると。ですから自分のですね、また、声質に合うのは心地いい音色は、どの音色が心地いいのか、そういったものをですね、またいろいろと、まあ、こちらにねいらしたらもっともっと詳しく、お伝えできるなって思うんですけども、なかなかこういう、動画では、ね、伝えにくいところあるんですけど、ただ今日はですねこの、出口光さんのですね著者の、あなたの心が、手に取るように分かるというねタイトルの、この本を読ませていただいたときに、この4つの耳のタイプが、人にあるんだよということを私に教えて気づかせてくれました。それから広がったのが、あもしかしたらこれは音色もですね心地いい音色、こう言葉にもあるじゃないですか、こういい言葉は耳が丸く、自分にとって入れたくない、ものは耳が、閉じてしまうとかですね、ですからこのいろんな耳の聞き方の中で4つのタイプがあるんだなということを、私は、知ることができ、本当にこの音色の、研究の、材料にもなっていくし、そしてまた、さらに、いろいろな、周波数とかまたそういったことを教えてくれる先生方が増えてきたりですね、周りにいろんな人との出会いがあったりして、皆さんにそのエッセンスをですね、お伝えして、また皆さんの楽しい三振ライフに、少しでも、できたらな、お伝え、あの親子だったらな、そのように、思っております。それがやはりこの私が先祖から伝わってきた DNA じゃないかなと思っております。ということでまた。